時代劇必殺シリーズの何でも屋のかよといえばこの人、女優の鮎川泉さん。かつてその美貌で多くの男たちのハートをわしづかみにしてきました。あれだけの売れっ子女優だったにもかかわらず、突如芸能界を引退されたのは一体何があったのでしょう。その真相と現在について調べてみることに。鮎川泉さん、本名が玉尾千恵さん、1951年3月8日生まれですから、すでに70歳になるんですね。生まれは東京都港区赤坂1丁目、身長158センチ、血液型 O 型、最終学歴は立教女学院高等学校中退。鮎川泉さんは1967年16歳の時に映画また会う日まで恋人の泉で芸能界デビューしました。鮎川泉さんといえば水戸黄門、大岡越前や大ヒット時代劇必殺シリーズなど、時代劇にはこの人というくらい引っ張りだこの女優さんでした。その他ザ・ハングマンシリーズをはじめ、60年代から90年代までテレビドラマで活躍してきました。代表作は必殺シリーズで、もちろん鮎川さんにとっても特に思い入れが深いものだったに違いないでしょう。そこでの鮎川さんは何でも屋のかよという今でいう女スパイ役を演じていました。数多くの時代劇に出演してきた鮎川さん、かよを演じる時だけは仕草に至るまで今までとは全く違う演技をしたそうです。なぜかというと、この何でも屋おかよは無類のお金好きで、いつもどこかにお金が落ちていないかと軒下を探すようなキャラだったために、今までの時代劇では流し目の色っぽい表情をしていた鮎川さんですが、上目遣いに変えたり内股で歩いていたのをふくらはぎが見えるくらいの大股で走って、どこか憎めない独自のキャラを意識して心がけていたそうです。鮎川泉さん、実は女優としてだけではなく、1982年必殺仕事人3のテーマソング冬の花を歌い歌手デビューを果たしただけでなく、この曲は日本有線大賞新人賞を受賞し、約20万枚の売り上げを記録したほど。その後の3作品で歌った花の涙や女は海は必殺仕事人シリーズのテーマソングとなっています。役者と歌手の二足のわらじだった鮎川さん、当時のことを一年中必殺シリーズに追われるスケジュールだったと振り返るほど多忙でした。当時の人気時代劇の一つの水戸黄門にも、1969年の第1部から引退する92年までたびたびゲスト出演していますから、鮎川さんの人気の高さがわかります。意外なところでは1984年から85年、三四のアイラブ爆笑クリニックで4代目のアシスタントを務めていて、マルチタレントぶりも発揮しています。1970年から大岡越前にゲスト出演し、1992年に準レギュラー役を獲得したのもつかの間、突如芸能界を引退した鮎川さん、詳細は定かではないのですが、プライベートの事故で足を骨折して全治3ヶ月の重傷を負ってしまい、長期入院を余儀なくされたのですが、入院期間中に芸能界引退を決意して退院後ついに引退を発表。当然大岡越前も途中降板することになってしまったのです。ですが引退当時は事故を公表しないまま突然の引退発表だったため、世間を騒がせたようです。なぜ事故のことを公にしなかったのか、違和感があるのは私だけでしょうか。とにかく突然の引退を決意した理由は、鮎川さん自身に芝居が下手だという気持ちがどこかにあったようで、芸能界には向いていないと常々感じていたことも引退理由の一つだったと明かしています。またそのきっかけを作ったのが、なんと必殺シリーズで中村モンドを演じた藤田誠さんだとも言われています。というのも、必殺シリーズに
1973年から出演していた鮎川さん。当初、共演の藤田誠さんから、あんた、下手だねー。やめたら、と言われたこともあったといいます。じゃあ、それが原因かとも思ったのですが、新一冊仕事人で、鮎川さんが独自に、お金大好きかよ像を考え演技したのを見て、藤田さんから、独特な役を作り上げたねー。と、言われたことが、最高の思い出に残っているとも明かしています。それに、現役時代も藤田さんとは、特別な関係とまで噂されたほど、親しい間柄だったことからも、やはり、入院中に芸能界から離れてみて、いろいろ振り返った時に、そうとしか思えなくなったというのが、引退を決意した真相かもしれません。25年の輝かしい芸歴をあっさり捨て、芸能界を引退した鮎川泉さん。引退後に鮎川さんが始めた仕事は、なんと、広告代理店の経営でした。実業家としての第二の人生を選択したのです。まだ女優だった1987年には、有限会社ソフィアコンサルタントを設立。テレビ番組の企画やプロデュースなどの、広告代理店業務を手掛け、後にメディアプランナーとして、本格的に実業界に転身しています。ですから、1987年にはすでに、引退も頭の片隅にあったのかもしれませんね。2004年からは化粧品の開発販売事業にも進出。リッチラメラというブランドを立ち上げています。実は、鮎川さん自身が女優だった時の、悩みがきっかけで設立されたそうです。時代劇が多かったこともあって、濃いメイクやライトの強い光などによって、常に肌トラブルに悩まされたことで、安心して安全に使える化粧品を、自ら作ろうと考えたのがきっかけでした。そのために管理美容師や、エステティシャンなどの免許も取得。そのリッチラメラと呼ばれるブランド化粧品は、メカブやアワビなど、海藻プラセンタを使った化粧品だそうです。化粧品事業は軌道に乗るまで、10年ほどかかったそうですが、現在は、Amazon でも買えるほど、認知されているようです。鮎川さん本人による紹介動画でのその姿は、今でも美しいままですね。これだけの美人の鮎川泉さん。気になる結婚は、結論から言うと、二度ほど結婚されています。初婚についての情報はいくら探しても出てきませんでしたが、芸能界を引退した3年後の1995年に再婚。その相手は、かなりの男性のようで、野村総合研究所の元専務の、玉尾豊光さんとおっしゃるようです。どうやって出会ったのかは分かっていませんが、経営していた広告代理店での仕事関係で出会ったのかもしれませんね。お子さんはいらっしゃるのかというと、初婚でもいなかったようで、まして、44歳での再婚ですから、年齢的にも望まなかったのかもしれません。そんな鮎川泉さん、再婚相手とも幸せに暮らしていて、実業家としても忙しく過ごされているようです。現在は芸能界を引退されていますが、それでも一冊シリーズについての取材だけは応じているのだそうです。あなたはどう思いましたか？かつてその美貌で多くの男性ファンを魅了してやまなかった鮎川さん。引退していることを知らないままの往年のファンも多いのではないでしょうか。鮎川さんの演技がもう見られないのは残念ですが、これからも頑張っている彼女を心から応援したいと思います。